さあ、石油の採掘がとうとう許可されたよ。おう、この町でも採掘を始めれば、大きな利益になるはずだ。早速着手しに行くんだぜ。うん、そうしよう。ふっふ、これだけの範囲に広がってるなら、埋蔵量もかなり期待できそうだな。そうだね。ただ、市街地のど真ん中だから、郊外には注意しないといけないよ。おう、特に大気汚染は風に乗って流れてしまうから。しっかりと距離を意識するんだぜ。うん、任せたよ。では、まずは採掘場までの道路を敷いていこう。これでよしと。そしたら、なるべく中心に近い位置に拠点を建設して、最大限に採掘できるように範囲を指定していくんだぜ。ふう、これで準備はできたから。あとは採掘をしてくれる企業を募集しよう。アルケンクラッキング社が採掘権を入札したよ。よろしく頼むんだぜ。早速機器を設置して、採掘も始めてくれてるよ。何の設備かわからんが、動きが早いのは頼もしいんだぜ。そしたら、さらに北側にある油田も開発していこう。新たにこの土地を購入して、こちらの整備も進めていくぞ。うん、こちらも開発できれば、さらに利益が期待できそうだね。ただ、油脈の上を幹線道路が走っているので、汚染にはさっき以上に気をつけないといけないな。町の外に向かう重要な道だから、汚染まみれにはできないよね。おう、好き勝手に掘り返すわけにもいかないから、開発は難しいんだぜ。なるべく影響のないように、慎重に設置場所を見極めていこう。風は山側に流れていってるから、道路からある程度離せば影響は抑えられそうだよ。よし。では、すべてを採掘するのは諦めて、汚染の影響が出なそうなエリアに限定していこう。こちらの採掘は、ロポ社に任せることにしたよ。おう、産業特区も近いので、そちらへの供給も期待なんだぜ。うん、輸送費も安く済むし、喜ぶ会社は多そうだ。ふっふ、これは成果が楽しみだ。さて、霊夢くん。え、急にどうしたの？いや、何、その、石油の方は、儲かっているのかね？ああ、まだ始めたばかりだから、そこまでではないけど。少しずつ生産量も増えてきて、町の需要は満たしてくれているし、原油が安く手に入るということで、工場の進出需要も高まっているよ。ふむ。町の収支もすっかり安定して、資金の余裕もあるから、この機会にさらなる開発に乗り出すのも手じゃないかな。おう、未だかつてないほどに、住宅から商業、産業まで、すべての需要が高まってるようだしな。うん、今や注目の街だからね。えへへ。ただ、需要には応えていきたいんだけど。だけど？いかんせん土地がなくてな。ふっふ、それなら心配ないよ。え、どういうことだ？ここまでの実績と、今の需要を材料に交渉した結果、この地域の開発権をすべて取得することができたんだ。ま、マジか。さすが霊夢なんだぜ。そしたら、やりたかったことに手をつけられそうだ。お、いいね。でも、何をするつもりなの？土地が足りなくて諦めてたんだけど、この街の外へと手を広げていきたかったんだ。え、この街捨てちゃうの？わわ、そんなわけないだろ。お、ちょうど来たな。で、電車か。そうなんだぜ。この街にも鉄道を開設して、外とのつながりを深めていきたいんだ。おう、それはいいね。石油の輸出も始まったけど、今はトラックで運ぶしかないからね。ああ、より大量の物資を運べるし、道路の混雑も解消できるんだぜ。でも、鉄道は初めてだから、どうしたものか。そしたら、まずは車両基地の建設が必要だよ。じゃあ、林業に使えると思って開けておいた、こちらに建設しよう。かなりのスペースが必要になるから、
広めの土地を確保してね。わかったんだぜ。さあ、どうだ。これだけあればなんとでもなるだろう。結構ギリギリかも。え？でも、とりあえずやってみよう。おう、車両基地を建設するぞ。確かにかなり大きいな。とにかく、これで車両は確保できたから、次は駅の建設だよ。よし、この前言ったように、もう場所の目星はつけてるんだぜ。まずは、産業区へと物資を運ぶ、貨物列車から始めよう。では、開けておいたこちらに、貨物駅を建設すればいいんだな。広さは問題なさそうだね。では、今のうちに拡張もしちゃおう。さあ、基地と駅ができたから、今度は線路だよ。おう、任せとけ。では、この辺りから、我が町に線路を引き込んでいくぞ。とは言っても、かなりの勾配があるから、これは難工事になりそうだね。ふっふ、ちゃんと考えてるんだぜ。ほう、見せてもらいましょう。では、線路を分岐させていくぞ。しっかりと余裕を持たせて、カーブさせていったら、ここからはトンネルだ。おお、なるほど、これならいくら勾配があっても大丈夫だ。そうなんだぜ。そしたら、一気に反対側まで貫通させるぞ。延長 2.6 キロ、勾配は約 1% か。なかなかの長さだね。頑張ってもらうしかないんだぜ。さあ、少し調整して、勾配は緩めにできたから、これで行くんだぜ。でも現実的な解決法だと思うから、このまま駅まで繋いじゃおう。では、幹線道路をまたぐ必要があるので、まずは、高架橋を用意しよう。高さは十分にあるから、大きなトラックが通っても問題なさそうだね。では、一気に貨物駅まで繋げちゃうぞ。そしたら、最後に車両基地と繋げて、列車が走り出せるようにしよう。おう、まだあったか。電車は意外と大変なんだぜ。ただ、その前に、旅客船の方も準備して、合わせて繋げていこう。まずは、バスターミナルには少し移動してもらってと。あ、どうしたんだ？急に移転するもんだから、みんな混乱しちゃってるよ。わわわ。あ、バスがどっか行っちゃった。いい街なんだけど、たまにこういうことがあるのよね。やれやれ、しょうがない。すまないんだぜ。駅作るから許してね。とにかくこれで、この街にも旅客用の駅ができたんだぜ。これで街の外へも気軽に行けるし、外からも来てもらいやすくなるね。そうなんだぜ。さあ、そのためにも早く路線を完成させて、運行を開始しよう。車両基地前に線路を伸ばしていったら、あとはそこに合流できるようにつなげてと。道路と違って垂直につなげたりできないから、予想以上に場所が必要だな。そうなんだよね。それに勾配も緩くする必要があるから、結局こちらもトンネルにするしかなさそうだ。さらに、旅客用に直接外に繋がる線路も敷いていくぞ。もはや、ほぼ地下鉄だね。まあな。だが、これで線路も完成だ。じゃあ、あとは路線を設定すれば、いよいよ運行を開始できるよ。そしたら、貨物駅を始発にして、そこから、長いトンネルを抜けていって、そして本線に合流し、それで、どこに行くんだ？え、知らないの？まったくもう、アンテロークヒルズっていう隣町だよ。てへへ、繋ぐことしか考えてなかったんだぜ。でも、これで貨物駅に帰ってきてもらうように設定すれば完了だな。さあ、まずは貨物列車の運行から開始しよう。お、基地から出てきたよ。真っ赤なカラーリングがいいね。ふっふ、この貨物路線は、働く霊夢路線と名付けるんだぜ。え、どうなのその名前は。それよりも、初の列車が大丈夫か見守るんだぜ。
どうやら無事に貨物駅に到着してくれたみたいだ。おう、一安心なんだぜ。さあ、荷物を積み込むのかな？あれ？何も積まずに出て行っちゃうぞ。どうしたんだ霊夢戦、働いてくれ。誤解されるようなこと言わないでよ。まだ駅に積み荷が集まってなかっただけだから。おう、そういうことか。それじゃあ、今のうちにしっかり積み荷を集めてくれよ。ほら、そんなこと言ってる間に、もう荷物を積んで帰ってきたよ。早いんだぜ。でも何を積んできたのかな？原材料の鉱石やプラスチックに、需要の多い食品や飲料、それに郵便物なんかも積んでるみたいだね。郵便も運んでくれるのか、助かるんだぜ。この自然の中を走る姿が、私はお気に入りだな。まあ、すぐに見えなくなっちゃうけどね。残念。でも、貨物駅の方にも少しずつ輸出用の商品が集まってきてるから、間違いなく輸送コストやトラックの削減になるはずだよ。おう、これで産業もさらに拡大していけるな。うん、列車に負けずに私たちも働かないと。そうだな。それでは、少しだけど産業区への誘致も拡大しよう。鉄道用に空けておいた土地が余ったので、こちらを開放して、少しでも工場を呼び込むんだぜ。うん、貨物駅の稼働で、さらに産業需要が高まってるよ。だが、まずは旅客船の方も開通させてしまわないとな。そうだったね。では、こちらもこの駅を始発に設定して、アンテロープヒルに行って、帰ってくるルートにするぞ。うん、シンプルだけどまずはそこから始めてみよう。そして、こちらの路線名は、旅するマリサ線に決定だ。そうなんだ。もちろん、黄色い車両が目印なんだぜ。とりあえず目立つことは間違いないね。さあ、町から町へと人々を運んでくれ。お、この町最初の列車が出発していくよ。どんな旅になるのかな。行く先で、この町の話をしてきてくれよな。でも、誰も乗ってないみたい。え？わあ、じゃあ私が乗ってやるー。もう行っちゃったから。電車が来た。二階建てとは無駄にすごい。でも誰も降りてこない。それもそうか。あ、14人も来た。こんな街に一体何をしに。というわけで聞いてみたら引っ越してきたそうです。この街は今人気の街だからな。では寒いので帰ります。あ、急に冷え込んできたと思ったら、雪が降ってきたんだぜ。私たちも戻る？いや、まだ気温は0度、この程度じゃ肌寒いくらいだ。それよりも産業の需要が高まり続けているから、そろそろ対応していこう。うん、それを待っていたよ。では、まず貨物駅につながる線路を延伸するぞ。こちらのエリアは風向き的にも産業に向いているので、二つ目の貨物駅を起点に、新たな産業特区を作っていくんだぜ。まずは、土地の造成や道の敷設をして、貨物駅を設置してしまおう。ふう、まだまだ鉄道は慣れないけど、これで稼働はできそうだ。さあ、そしたらどうするの？おう、次は工場に来てもらう区画を整備していくぞ。雪で埋もれてわかりにくいけど、かなり起伏のある土地なので、かっちりとは分けられなかったけど、なるべく多くの企業に入ってもらえるように土地を確保していくんだぜ。では、この新しい産業特区を開放して、企業を呼び込んでいくよ。これだけのスペースがあれば、ひとまず需要は満たせると思うんだ。おう、よかったんだぜ。そしたら、産業区のすぐ隣に、肥沃な土地があるので、こちらも合わせて開発してしまおう。農産物をすぐに加工に回せて、かなり効率的だね。だけど、湖に向かって傾斜が急になってるから、利用には少し工夫が必要なんだぜ。
確かに、地形的に大きな農場は作れなさそうだ。おう、なので少し小分けに分割していくぞ。さあ、これで新たな産業区のベースはできた。鉱山や油田も近いし、まだまだ拡張の余地もある。町を発展させる大きな力になってくれるはずだ。お、早速嬉しい知らせが届いたよ。どうしたんだ？この町の人口がついに1万人を突破したんだ。おお、とうとう大台に乗ったんだぜ。うん、でもそれだけのことじゃなく。こんなにも多くの住民が、この町の暮らしに満足してくれている。そのことに価値があると思っているよ。おう、それこそが目的だからな。でも、まだまだ足りないものもある。さらに開発して、もっと良い町にしていくんだぜ。うん、雪は深くなってきたけど、寒さに負けずに頑張ろう。どうした？寒くて引きこもってるんじゃないのか？町の様子がおかしいんです。え？雪でできた謎の物体が増殖しています。公園だけじゃなく民家にもたくさんあるんです。む、寒くないんですか？懐の方がよっぽど寒いよ。はあ。それに、雪の中なのに気候に励む市民が多数います。こんなに寒いのに、一体なんでこんなことを。信じられない。あ、うん。どうやらみんな冬を楽しんでるみたいだね。信じられない。